皆さんどうもこんにちは、Kです。今回はですね、サブチャンネル久々にいただいてたコメントに関して喋っていこうかなと思ってます。すいません、かなり時間が経過しておるんですけれども、こういうねいただけるのは非常にありがたいんですが、遅くなってしまうことが多々あるということをご理解いただければなと思います。で、早速いきますけれども、この上ですね、Kさん突然 DM すいませんと、少し質問があります。最近ノーサミングキャストができると聞いてアンタレス DCMD を買いましたと。ですがいざ糸を巻いて投げるとちょこちょこバックラッシュします。何がダメなのかなと思いつつ DM させていただきましたと。何か改善点があれば教えてくださいということなんですけれども、原因、これはね、細々したところ言うと本当にいろいろあると思うんですけれども、主な原因はこれかなと。まず糸巻き量、それからブレーキで、それからキャストフォームで、それからルアーのウェイトと。で、まあできればノーサミングにこだわらない方がいいよということも書いてるんですが、この質問からすると、どうだろう、ノーサミングキャストがしたいのかバックラッシュを避けたいのかっていうところが微妙なとこなんですけれども、まあ一応これに沿って話をしていくと、まずノーサミングキャストというか、まあバックラッシュするっていうことですかね。原因はですね、まず糸巻き量が多すぎるっていう可能性があります。まああんまりないかもしれないけどね、スプールいっぱい以上巻いてしまうとやっぱりバックラッシュしやすくなります。それに合わせてブレーキセッティングをしてあるんで、最適量巻いた量ですね、具体的に言うとベイトリールのスプールのエッジ1ミリ下ぐらいが適正と言われてるんで、そのあたりでブレーキセッティングが DC もされてるので、そこからもうはみ出るぐらい巻いてしまってるとかね、そうなってしまってるとちょっとやばいかなと、あんまりこれはねないかもしれない。で、そしてブレーキですね、DCMD ブレーキモードいろいろありますけれども、弱めすぎていないかというところですね。で、あとはキャストフォーム、そもそも竿の曲がりが入ってなかったりとか、ライナーで水面に入っちゃってたりとか、そういったところがあるとバックラッシュの危険性はもう DC だろうが、DC よりも僕バックラッシュしにくいなと思ってる SV だろうがもう一緒です。はい、バックラッシュしますね。で、あとはルアーのウェイト、これが大きいかもしれないです。この DCMD、 アンタレス DCMD ね、アンタレス DCMD っていうのは 38mm 径のスプール、大口径のベイトリールです。で、大口径のベイトリールっていうのは重たいルアーを遠くにピューンと投げるのには非常に気持ちがよろしいんですが、軽いルアーを軽快に投げるベイトリールではないんですよ。使えないことはないけれども、経験が少ない方とかがそういう、このアンタレス DC、 例えば具体的に言うならもうそうだな、 10g 以下を投げようとするとかなり難易度が上がってくるかなと思います。難なく投げられはするんですが、バックラッシュのリスクは非常に高くなるので、ここが大きいかもしれないですね。ちょっとね、あの竿と、リールのに巻いてる糸と、投げてるルアーのセッティングと、あとそのキャストしてる、そのキャストの様子ですよね、それがわからないと何とも言えないんですけど、バックラッシュを防ぐっていう意味ではこのあたりを見ていただくのがよろしいんじゃないかなと思います。で、ノーサミングキャストにこだわらない方がいいよと書いてるのは、ぶっちゃけノーサミングキャストっているかって話なんですよね。まあ、あのトラブらないっていうことはいいのかもしれないけれども、ノーサミングにする意味があまりないという、あの結局スプールを止めた方がラインをさばきやすいので、ちゃんと着水、せめて着水の時にはしっかりスプールを指で止めるっていうことを癖づけといた方がいいのと、ノーサミングキャストをやろうとすると、さっきも言ったようにここのセッティング、これによってはブレーキを強めないと難しい場合が多々あるんですよね。で、そうなってくると本来の飛距離であったりとか、キャストフィーリング、これが味わえないということになるんで、まあ、せっかくアンタレス DCMD をね買われたということなんで、ここはこだわらない方がいいですね。これにこだわればこだわるほどアンタレスのこの気持ちいい遠投性能からは離れていくので、そこはもう練習でなんとか出していただければなと思います。はい、まあ、そんな感じですかね。じゃあ次、ケンさんこんにちは、いつも動画楽しく拝見させてもらってますと、ありがとうございます。ご質問なのですが、ケイさんはロッドやリールの手入れをどのような感じで行っているのでしょうか。
動画見ている限りロッドやリールに傷や汚れが見えないからしっかりメンテナンスされていると思って質問させていただきましたということなんですけれども、こちらはですね、まあ、ここに書いてるんですけれども、まずリール、まあ、大前提として僕リールに傷をつけたくないという人間なんですよ。まあ、仕方のないことは当然そんな気にするわけではないんですけれども、とにかくリールは傷がつかないように置きます。ベイトリールだったら必ず上向きで、スピニングリールだったらハンドルを下に置けばボディが地面に触れないので、それは海釣りでも、バス釣りでも、まあ、海釣りの中でも傷つきやすい磯場とかでも全部一緒です。なのでそういう置き方をしてます。ちょっと話それるけど、まあ、スピニングリールはね、それよりもリールスタンドをつけた方がいいよっていう意見も多々あると思うんですけども、僕はあのスピニングリールはハンドルがどちらか一本からこうピュッと出てるっていう、あれが美しい姿だと思ってるんで、その反対側にこうスタンドの棒をつけたくないっていう変なこだわりがある人でして、絶対につけないという心情です。はい。なので、僕のスピニングリールはハンドル部分にめっちゃ傷はついてますね。置き傷で、そうやって傷をなるべくつけないように綺麗に使うっていうことをやった上で、リールのメンテですね、まず海で使ったんであれば水洗い、まあ、塩を落とす。結構ね、激しい場所に行くことが多いんで、まあ、地磯が多いんですね、僕。なので、水洗い、これをします。で、それ以外に淡水バスとか行った後も、汚れをきれいに拭き取ります。特に、まあ、ホッコ、水がきれいなホッコだろうと、例えばウィードについた、なんていうのかな、汚れっていうのかな、わからんけども、そういうのがラインに付着して、そのラインを巻き取ったりとか、水を巻き込んだりすることによって、結構汚れたりします。で、そういうのをきれいに拭き取る。神経質なのかもしれないけど、とにかく僕はきれいに使いたい。で、オイルグリスアップ、そうだなぁ、どうでしょう。まあ、簡単なメンテは三兆候に1回ぐらいですかね。スプールに、スプールっていうかの軸にオイル刺したりとか、レベルワインダーにグリス入れたりとか、まあそんなことをするのは3兆個に1回ぐらい。で、たまにオーバーホールやるって感じです。オーバーホールはね、時間がかかるので、たまにです。で、ちょっと調子悪いなという部分があったら、自分でパーツ注文して入れ替えたりしますね。で、スピニングはメーカーに出すことが多いかな。そんなにね、防水機構があるんで、メンテナンスする頻度は少ないです、スピニングの場合。そんな感じですかね。で、次ロッドですね。これも一緒で、海で使ったら水洗いして汚れを落とすという感じです。海も場所によるんですけども、淡水の場合は特にこれ汚れ落とし、何個とかでやったり野池とかでやったりすると結構汚れたりするので、霞ヶ浦とかも結構汚れるんでしょうね。ロッドとかリール、抹茶茶になるとかね、ラインが。なので、そういうのも、きれいにウェットティッシュでガイドの中であったりとか、フット部であったりとか、グリップ、それからブランクス自体も、キュッ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 と磨いて汚れをきれいにすると。これ徹底してます。だから、僕のリールは多分、リールなりロッドは、きれいに見えるんだと思う。で、コルクの黒ずみもね、たまにどうしてますかとか言われるんですけど、コルクは僕あんまりね、もう拭くぐらいで、最近やっと激落ちくんかな、で擦って黒ずみを落とすとかやってますね。なんか激落ちくんは繊維が削れるからあまり良くないよみたいな記事を見た覚えがあるんですけど、まあ別に僕そんなに気にしないので、ガリガリやっちゃってます。はい。なんかいい落とし方あったら教えていただければなと思います、コルクに関してはね。はい。まあそんな感じです。で、次、19アンタですが、ブレーキマックスでもワックラッシュします、どうしたらいいですかということなんですが、これはですね、こっちにあった、いただいた質問と似てますね。要チェック、糸巻き量とルアーウェイト、まあ これと一緒、厳密に言うとこれと一緒です。糸を巻きすぎてないかっていうのと、19アンタレスのルアーの適してるウェイトから外れてないかってことですね。特に軽い側に、例えば 5g、そのあたりですね。 5g とか 7g でも空気抵抗が多いものとか、そのあたりはちょっとね、糸巻き量にもよるんだけども厳しくなってくる傾向があります。で、それに合わせてさらにロッドとの相性っていうのもある。それでもロッドが柔らかければウェイトが竿に乗るんで投げやすかったりするんですけれども、そこで硬いロッドとかを使っちゃってると、バックラッシュの率は結構上がってくるかなという感じです。で、まあ対策なんですけれども、まあラインを少し減らしてみると
結構改善します。それちょっとお試しあれという感じです。はい、次ですね、こんにちは。スピニングロッドを購入しようと思っているのですが、ワールドシャワラー 2701FF とバンタムの 274M 2機種で迷っていますと。これかなり僕の状況に似てますね、これ。で次、使用用途予定は4インチ3インチの小さめのミドスト、ホバストや IC、 5インチあたりのネコリグなどですということですね。現在ワールドシャワラーの2752、これも一緒なんですよ、使ってるので、2752で扱いにくいワームを使用したいので購入迷ってるので助けてくださいということなんですけれども、これは別にね、僕どっちでもいいと思う。ただこれがやりやすい、ミドスとホバスト、これがやりやすいのはバンタムの方ですね。はい、でなんで僕ちょっとこっち押しかな。非常に振りやすい、ブル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 と先がお辞儀しやすいので、ただそれでも3インチには結構ね、のぶといと思う、 274M でも。なので、まあ4インチぐらいは使え、でも使えないことはないかな。とにかくミドストホバストは非常にやりやすい。ただ別に他がやりにくいかというとそうではなくて、この5インチあたりのネコリグとか多分最高だと思います、シェイキングアクション。ただそれがワールドシャワラーでできないかというと多分全然できると思うし、こっちの方がやりやすいというだけで全然問題ないと思います。だから好みかなぁ。FF はね、一応ファーストテーパーという表記ではあるので、先がね少しちょっと入り気味になるモデルなので、どうかなっていうところなんですよね。どっちも非常にいいロッドだとは思うんですが、やっぱり繊細な釣り絵になってくると思うんですよね、この辺りって。で僕が特に思ってるのは、なんかこう非常に繊細感がある使い心地って、釣りをね気持ちよく持続していく上でも大切だなと思ってるところでして、そういう意味で僕が結構ワールドシャワラーとこのバンタム 274M の違いだなと思ってるのは、このグリップ周りなんですよね。バンタムはねすごく細いんですよ。なんでこうライトに握り込めてる感じがして、なんか全体的にね竿の印象が華奢に感じるんですよね。実際弱いって話ではないですよ、実際弱いって話ではなくて、繊細軽快な印象があると。結構ねこの気持ちの部分が大事だと思ってて、あ、繊細に動かせてるなーっていう感じがするんですよ。そういうのも含めて、バッツリはね、重要だと思うので僕は 274M 推しではあります。ただ全然これでも同じものできるんで、まあどっちでもって感じかな。またこれ脱線しますけれども、僕がワールドシャワラの1番をバッツリで使ってない理由はそこなんですよ。なんかね、繊細、もちろん繊細に使えるんですよ、繊細に使えて非常に、バーサタイルなんですけれども、ちょっとねその気持ちが繊細じゃなくなっちゃうんですよね。ちょっとごついんですよ、やっぱり強いというか、魚種を超えた汎用性っていうのが出ちゃうので。なのでバスでは、最近バンタムの 274M プラスっていう新しいモデル買いましたけれども、それとかあとは、ちっちゃいワームとかはね、ハートランドを使ったりすることがあります。で細かな釣りでワールドシャワラが出てこないのはそういうことですね。はい、使ってるのはワールドシャワラの2752で、メインをストレート、まあ、5インチ6インチ7インチクラスのスイミング、ネコリグのスイミングであったりとか、5インチ6インチのミドスト、その辺は僕ワールドシャワラでも非常に気持ちいいかなと思ってて、グリップ周りもね握った感じも合ってる、まあ、そんなこんなでこの用途をやるんだったら僕はこっち推しかなという感じになります。はい、じゃあこんな感じですかね。またお会いしましょう。